プロクライマーの楢崎智和です。普段は大会をメインに活動しています。もともと僕自身栃木県出身ということもあって、栃木県の企業の方と協力して何かこう、地元を盛り上げていきたいっていうふうに考えていて、そんな中でやっぱり一番僕がこう普段身近なチョークっていうものから始め作っていこうということで、2021年かな、粉のチョークを一緒に販売させてもらって始まりました。今回発売する商品は腰につけるチョークバッグ。チョークバッグって2種類あって、ボルダリング用とリード種目っていう、その高く登るときに腰につけるものがあるんですけど、そのうちの腰につける方のものですね。腰につけて登るので、やっぱり身につける分軽さであったりとか、素材であったりとか、やっぱそういったところはめちゃくちゃ重要ですね。一番どこかっていうと難しいんですけど、まず素材が再生ポリエステルを使ってるっていうことで、やっぱり環境を配慮しているっていうところと、手を入れた部分がこのモコモコとちょっとツルツルしてる部分と分かれていて、この入り口がツルツルなことによって、初めの手は入れやすいんですけど、奥に入れた時に粉がよく手につく。クライミングをやってる方にはもちろんおすすめなんですけど、それ以外の方にも、シンプルなデザインなので、どんな格好にも合うような小物入れのような形になるのかなと思うので、気になった方はぜひお願いします。